エス、サボ、これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。よし、やるか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四校の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。来てるかな。早いとこ探して合流するか。ニコロビンの目撃情報があった。しなびきのしに探せ。出くわしちまったな。だが、この昔のままじゃねえ。いい加減諦めてくれないかしら。あら、久しぶりね。はい、増援を呼ばれる前にみんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくんだよ。はっ！
戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるように、サニー号の周りを安全にしといた方がいいな。ルフィが心配で来てしまうたが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってた。相手はあの麦わらだ。ハシビスターを出すぞ。えい。あいつは2年前のレッドホーム。ハシビスターの相手はわらわに任せよ。俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物もいるみたい。サワディに殺される。海軍がやってくる。障害を排除する。知られてはとも思うたが、いても立ってもいられず。二人での共同作業、これはもう結婚。ありがとう。けど結婚はしねえ。俺上司になっちゃった。助けて。ペットにされちまうとこだったんだ。助かったぞ。俺は先にサニー号へ向かうからな。もう待ってるやつがいるかもしれないし。あら、不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。ナミのやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には止まらねえか。海賊狩りのゾロ、やはり生きていたんだ。捕らえろ。船を探してるだけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになるわ。
最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てブロック、なんとやるか、商売上がったりなんだよ。武力で誰か追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。よし、終わり。なあフランキー、ビーム出んのか、ミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ、この体にはたくさんの機能があるんだ。メカ、ゴビにメカってついたぞ。よっ、わらわら美しすぎるぞ。お久しぶりですね。本物のレディーが生息してる。これはサンジかな、サニーゴには向かってるみてえだが、様子がおかしいぞ。麦わらの一味、まだ捕獲できません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ、奴らを舐めすぎてねえか。とにかくワイが行くまで耐えろ。あれは生身の美女。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。救出しないと手遅れになるわ。皆様、ではナミさん、2年ぶりにパンツ見せてもらってよろしいでしょうか。2年前も見せたことないわよ。何を言って、こうしちゃいられねえ。サニーゴに急ごう。Oh, my God.
まってるか。簡単だぜ。また迷子になったら困るし。よっ、そっちに船はねえって。サニー号はあっちだ。もう迷うなよ。はっ、よっ、レッドホー、はっ、よっ、はっ、レッドホー。この石を見せてやる。よっ、久しぶりじゃねえか。見違えたな。一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。全員揃ったようだな。それでサニー号に乗り込め。麦わらの一味、隊員は麦わらを追う。お前らは全員港へ向かって出航を阻止しろ。まだまだ場外を排除する攻撃。あの兵器、こっちを目指して来るわよ。さっさと大将を倒さねえと船を出せねえな。バズーカ、うん、
準備完了。攻撃を始める。わらわが止めてやろう。わらわの通り道に砲弾を撃ち込むのは煙突座てよ。撃ち方やべほんじゃな、お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。おじゃ、どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。スーパーフランキー、フランキーかっこいい。おーい、うおー、みんなおーい。またみんな揃った。出航か、ナミ。え、どうぞ、船長。じゃあ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航。